柴田義富騎手、57、イコール美ホフリーが28日の東京 5R でピースワンデュックに起乗して勝利。今年の2勝目を挙げ、自身が持つ JRA 最年長騎手勝利記録を57歳8ヶ月30日に更新した、通算2328勝目。レースはダッシュを決めて先手を取ると、直線は後続を突き放すだけの独走劇。 最後は2着に5馬身差をつけ、パートナーの初勝利をエスコートした。柴田善は、能力の高さだね。まだ荒削りだからクラスが上がった方がペースが合うかもね。ゆくゆくはマイルかもしれないけど、すごくいいアクションになってパワーアップしてる。競馬を覚えていければと振り返った。